こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、恒大集団のデフォルト問題大体解決おおはてなというような話をさせていただきます、はい。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今までですね、神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話いろいろやってたんですけども、ワクチンの話もやってたんですけども、それやったらダメと YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました、なので今は別の SNS で最新情報をお届けしています。 YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画が3つもあるんですが、そちらの SNS で復活させてます、メルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしてます。YouTube で本当にもうこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもぜひメルマガを登録しておいてください。動画欄に貼っております。お願いします。もちろん下費用は変わりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしいお話となっております。特に女性の方は必ず一度見ていただきたい内容となっています、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますがメルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。恒大集団のお話なんですけれども、毎月ですね、先月はですね、10月ギリギリでデフォルトを2回回避してます。おはい、できました。で、今月もですね、デフォルトに直面します。はい、今月は20億ドルの支払いをしなければいけないということですね。だいたい2200億円ぐらいかな。もうそんなんやばそうや。やばそうです、で、恒大の子会社も6日にですね、その支払いをしないといけないということで、倒産の危機はまだまだ続いてます、しかしですね、ちょっとこういうふうになっていくのかなというのが見えてきたので、お伝えしようと思います。中国国内ではですね、エヴァグランデの恒大集団の建設中の住宅を購入した人々が SNS に抗議の動画を上げてたり、政府のオンライン掲示板にもですね、恒大集団の救済を求める声が溢れてるんですけれども、最近ですね、中国国内では恒大集団に関する報道が止まってるらしいです。ピタッと止まってるらしいですね。これも規制が入ってるわけですね、で、工事が再開してると、止まってた工事が再開してる、つまりですね、現場の労働者に給料が支払い始めたということですよね。中国当局は何してるかっていうと、同社創業者で富豪の許家印さんに対して個人資産を出せと投げ打つように指示している。個人資産から払えやって政府から言われてるわけですよ。政府が救済する、それはまああるかないか置いといて、お前もう金持っとるやろと、とりあえず払えそれっていうふうに当局から言われてるってことですよね。一応ですね、ブルームバーグの見積もりによると、許さんの資産は2017年420億ドルやったらしいですね、で、こっからだいぶ減って今約78億ドルまで減少してるっていうんですけれど もうこの数字はかなり、ちょっと適当、でも約5兆円あって今は約8000億円ぐらいあると。そうそれは出さなあかんのじゃん、8000億円な、出さなあかんな。恒大の債務がですね、6月時点で3000億ドルなんで、その個人資産がですね78億ドルとかなんで、あっても、でもこれに全然そのパーセンテージとしてはもう低いですけれども、それでも出さんよりは、出さないよりはもう出してくれということですよね。で、これですね、富豪とか権力者からですね、もうお金を引っ張り出すというグレートリセットの流れですよね。SDGs の一番です、これですね、貧困をなくそう。これがですね、裏を返すとこういうことではないかというふうにも言われてまして、みんな貧困にするよということね。で、それがですね、実際、中国はもともと共産主義ですけれども、実際に行われてるんではないかと。共同富裕という考え方で、共同富裕イコールですね、飛び抜けたお金持ちがいる社会ではなくて、そこからですね、財産を巻き上げ、そしてみんなに配るというような思想ではないかと、習近平さんが今やってることなんですけれども、みんな貧困やったら貧困じゃないってことね。そう、また貧乏おじさんの話よ。金持ちがおるから自分たち貧乏なんじゃないかって思うわけですよね。
みんなも今やったらみんなこんなもんやって言って幸せに暮らせるわけですよっていうような考え方が習近平さんの考え方なのよ。今共同富裕はみんなでお金持ちになるんじゃないですか。違います。おそらく違いますね。まあある意味そうですけれども、うんうん、でおそらくですねこの公的資金は入るでしょう、うん、政府は助けに入るんですけれども、うん、その時に一緒に入ってくるのが習近平さん、習近平派の人、はい、恒大集団が儲けるとですねそのお金の流れていく先は江沢民派、うん、ということになりますので習近平さんからしたら敵になるわけですね、はい、なので習近平派の人がトップがですねだから許家印さんがお金なくなって無力化されて、失脚してですねそこに代わりにトップが習近平派の人が入っていくとですね、うん、もう恒大集団を立て直して儲けてもらって自分のとこにお金入れてくれたらええわけじゃないですか、はい、だからこんだけ、まあ、組織として太らしてですねちゃんとした会社組織にして、うん、こうやったら利益出るっていうことが分かってる状態で自分のものにしちゃうと、うん、いうことが行われてるのではないかな。だから恒大立て直すわ言うて政府のお金と人を入れて自分らの利権にしちゃう、うんということがこれから起こるのではないかということですね。まあ、実際ね中国規制厳しくなってから社長の何人が変わってますもんね。そうですね、うん、大企業のね、うん、なんかこういう大企業でもだから国有企業にしちゃうか、うん、もしくはそのもうすでに習近平派の人が利権持ってる企業に恒大を買わすというようなこと動きが出てくるのではないかということですね、うん、先週、前の動画でですね神尾さんが言っておられましたけれども、はい10月ですね合成蒼天集団がですね恒大傘下の恒大物業の株を 50.1% 購入するっていう交渉を続いてたんですけれども、うんうん、まあ契約の締結された後になって後から恒大側がイチャモンつけてこの売買契約が破綻したわけですね、うん、そして違約金148億円を恒大側に請求しているというようなことがありましたけれども、はい、これがですね合成蒼天集団というのはですね創業者さんが越州一族なんですね、うん、でこの人はですね楊建燕さんという毛沢東時代の方なんですけれども、はい、この方、楊建燕さんという人に、まあ、挙げてもらった一族なんですね越州、うん、一族は。そしてその楊建燕さんと習近平さんもつながっていると、うん、習近平さんのお父さんがその人にこう引っ張り上げてもらったということで、はいはい、要件差でつながっているということなんですね、うん、つまり合成蒼天集団が恒大物業を買うということはですねこの恒大集団が習近平派になるということになる、うん、いうことなんですね、はいはい、最大の経営破綻と言われてます19兆円の破綻をしました開口集団ですね、うん、でこれの再建方向が決まりました再生案が、まあ、承認されましたということですね、うんでその中心になっている航空会社の海南航空がありますけれども、はい、これをですね遼寧砲台というところが6500億円出資して建て直すということが分かりました。遼寧 の満州の方ですね、うん、でこれ遼寧砲台っていうのはどういう会社かっていうとあの粗大産業です。アルミとか繊維とか、うん、そういうね鉄鋼系の素材産業です。で新興財閥の、まあ、一つなんですけれども、はいここのまあ創業者の方がやっぱり習近平派なんじゃないかなというふうに言われています。だから自分たちのまあ傘下のね人たちを江沢民さんが利権持ってる企業から それをですねトップをすげ替えてとかもう出資してこっちの会社にするっていうことが今なお行われているということですね。一回だから創業者潰して習近平派に変えたらあとは会社を別に潰す必要はないんでそのまま習近平さんのところにスライドさせるということですね、うん、だから今株価をバーンって安くしているということも言えるわけです。まあ、1個前のね李克強さん時代はそれできずに江沢民に全部お金流れ出て、うん、あまりおいしい思いできなかったから、はい、習近平さんも徹底的にやっていこうと徹底的に、まあ、潰さんと自分がやられるっていうところもあるんじゃないですかね中国なんでね、うん、あと、まあ、債務とかもですねその利払いとかありますけれども江沢民派には渡さずその会社には渡さずに習近平派だけ払うっていうこともできますよね、はい、この恒大とかでっかいところになると、うん、乗っ取っちまえばねということもこれから行われていくんではないかなというふうに思いますね、うん、という感じでねおそらく破綻はもうなさそうじゃないかなと僕は考えています。おう、うん、ただ許家印さんがひどい形でちょっと終えていく可能性はある。まあそれは十分あるでしょうね。そうですね。
最近アリババのあの人も農業はいいですねって言ってました、うん、いや農業はいいですよね、うん、めっちゃ丸くなってましたそうあんなけイケイケやったのイケイケのね、うん、孫さんの親友でイケイケってアリババは一気に大きくしたけど超能力ある人がね最近は絵を描いて仲間と共に絵を描いた農業はいいですねですね、うん、こういうイケイケの人たちがですねどんどん権力と力を奪われ、うん、そして公正という名前でこういろいろされ、うん、でですねこの名だたる企業はですね全部国有化ほぼ国有化じゃないかっていうことになっていくかもしれないということですね、まあ、一代でねこんな大きくしたっていうのはその人の力もあるけどはいここにいた政治家の力もあるけど、うん、いざ権力が変われば自分の身も危ういということですね、うん、そうですねうん恐ろしい恐ろしい超資本主義じゃないですか超資本主義ですねうんみんなで一緒に作っていく共産主義はどこ行ったんですかいや、まあ、ある意味だから共産主義のええとこというか悪いとこだけ やってますよねうん、うん、ね資本主義のええとこだからまあある意味もう何ちゅうか超です超主義ですよ政府にとっていいところだけ取ってますね、うん、そうそうそう民衆じゃなくてね、うん、で共産主義にしたら計画経済っていう名のもと経済を完全支配できるし、うん、共産資本主義にしとけば伸びてくるし、うん、で伸びてきたら国のものにしたらいいしみたいなねすごいことやってますよね、うん、まあ平和やったらええねんけどね、うん、まあまあまあそうですね、はいうん、というわけでね恒大が破綻するんではないかということを言ってましたけれども、うん、おそらくそれなくなったというようなことを僕は考えてますね。なるほど。このまま習近平さんが終わらすわけないなっていうふうに見えてきたよっていうお話でございました。だから恒大集団の問題は当然日本の株価とかね日本の経済も直で影響してきますので、うん、これからも最新情報をお届けしていきたいと思います、はい、あと冒頭で言ったようにコロナに関連してもですね皆さんのお届けしたい最新情報本当に超やばい裏話いっぱいあるんですけどもこちらの YouTube で言えなくなってしまいましたのでその情報を送させていただくためにまだの方はぜひメンバーの方登録しておいてくださいお願いします動画欄に買っておりますはい中国の話までも続きますチャンネル登録お願いしますこの動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします動画概要欄にこの動画に関して詳しい説明文を書いておきますので復習の意味をここまでぜひ一度見てみてくださいあと Twitter、Instagram などのリンクも貼ってますあと実はですね神尾 TV サブチャンネルもやってましてそちらはゆうちゃんの投資コーナーとかですね、うん、このメインにはないようないろんなコーナーもありますのでぜひ一度チェックしてみてください同じく動画概要欄のリンク貼ってますそれでは今回も見ていただきましてありがとうございました教えて陰謀おじさん奈良星の大喜利コーナーSDGs って10何個あるのかなちょっと正確に5個ぐらい17ですね17あるのか SDGs 幻の18番目教えてください3、2、1 SDGs の幻の18番目教えてくださいなんでですかね SDGs の前提がみんな分かってないから意味なくないなんかお題がさ地球のためにやろうってことでしょ、うん、あそうそうそう、まあ、そうやねんけど、うん、面白かったら大丈夫面白かったね前提がしっかりしなかったら面白くしようがないっていうことやまあそれは置いといて、18番目ね、うん、言い訳や言い訳言い訳やな、まあ、言い訳ジュニアさんがそんなん言うか言わへんちゃんとお題をこなすわいやいやそんなことないそれはないで言うで言うで言うでそれはないで言うで言うで似てねそれはだー言うで言うで言うでいやまあまあまあ、うん、18な、うん、ジュニアさんっぽくじゃあ答えてくださいジュニアさんちょっと無理ですねちょっと無理ですねあの今度ちょっと覚えておきます行きましょう、まあ、SDGs 幻の18番目教えてくださいあまあ、あ一番貧困をなくそうとか、うん、あの飢餓をゼロにとか、はいはい、いろいろありますよね、うんで17番目がですね、うん、パートナーシップで目標達成しようっていうね、お題なんですけれども、うん、18番目は、うん、まあ直文さん大喜利の動画見まくってることあってちゃんと振りができるよね1個目は何1個目は何17番目は何って言って思いついてない振りはちゃんとできてるけど、うんもう答えるまでの間がもう死んでるんで絶対笑い起きないそうですねもっとパッて言わないとちゃうねんだってで答え笑いっていうのはワードじゃない間やから間やなはい分かりました分かりましたごめんなさいねはいはいじゃあもう一回やり直しますね
まあ、例えば16番目がね、平和と公正を全ての人にとかあるわけですけど、じゃあ幻の18番目は何なんでしょうか。幻の18番目がね、うん、宇治金時食べようです。え、もういいじゃない。いや、よくね、クソっていう顔してる。僕はおもろかったけどな。あとは好みの問題になってくるね。4番目がですね、質の高い教育をみんなにっていう目標なんですけど、じゃあ幻の18番目は何なんでしょうか。靴を左から履いてみよう。あれあれで、ね、あ、もうちょっとあれやな、あれやな、匂いとかに関、味とかに関することがいいな。え、面白いことがいいです。あ、分かった分かった。8番目がですね、うん、働きがいも経済成長もっていうことなんですけど、うん、働きがいも経済成長も、幻の18番目は何なんでしょうか。働きがいも経済成長も宇治金時も。宇治金時って何ですか。僕も分からんんですよ。宇治金時、宇治金時はパワーワードじゃないからなんさっきからせへんぞ。宇治金時って何、大体何宇治金時ってさっきから。いや、僕の想像上の動物、動物かき氷のやつじゃないの。そう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 、かき氷ね、なんかあんこっていうの。そうそうそう、俺の中でそうなんですよ。あー、あーって言われたら終わりですな。ボケにあー言われたら終わりですな。みんなもう宇治金時を食べよう。